どうもこんにちは、クラフタです。私は今秋葉原に来ております。いや天気がいいな。秋葉原といえばこちらですよ。魂ネーションズストア東京、こちらで展示されている発売前の新商品、それをチェックしていきます。とはいえね、なんか2ヶ月に1回ぐらい来てるような気もします。もうほとんど見たことあるやつばっかりですよね。なのでまだ発売されてない発売前の新商品を中心にお届けしていきたい。早速大物が展示してありました。ウィングガンダムゼロエンドレスワルツ版のノーベルカラーバージョンですね。2023年2月発売予定で3万800円税込みとなってます。値段は結構しますが、その分造形も美しいですね。もちろんネオバード形態に完全変形します。大気圏内モードと大気圏外モード、どちらも再現可能。そしてこちらがモビルスーツ状態。足を見てもらったら分かりますけど、このディテール、メカディテールすごいですよ。優雅な羽に包まれた本体、近くで見るとなおさらかっこいい。特殊装備としてメッサーツバークも付属してます。ツインバスターライフルに連結させることで最大の威力を誇るドッペルトが再現可能となってます。続いては機動戦士ガンダム00リビルドクロニクルの新商品。背面に2機の GN ドライブを装備したダブルドライブシステム、さらに2機のサブアームも付属した GN デバイズバックパック、それがガンダムデバイズエクシア、こちらですね。いや装備がかっこいいな。そしてもう1機ガンダムデバイスデュナメス、こちらはですね参考出品ということでまだ発売日とか価格とか未定なんですね。でもデュナメス好きにはたまらないこの造形、発売されたら絶対買いたい。背面の GN デバイスバックパックはこんな感じですね。こちらもサブアームが展開するんでしょう。そしてお次はこちら、ストライクルージュグランドスラム装備型。来年1月発売予定で29,700円です。ストライク系はね人気ありますけど、まあ、装備がいろいろあって沼ですからね。そしてグランドスラムを装備した状態がこちらですね。打突斬撃系のあらゆる戦闘に対応できる巨大実体験、ちなみに背面のエールストライカーも付属してます。館内ではちょうど水星の魔女の特別展示が行われてましたね。こちらは1メートルぐらいあるミオリネ・レンブラントスレッタ・マーキュリーのオブジェ、結構かわいい。こんな感じで大々的に展示されてますけど、皆さんアニメの方見ましたか？いや面白かったですよね。作画神だし、まさかのユリ展開ということでガンダムワールドに新たな息吹が吹き込まれましたけども、ガンダムエアリアルバージョンアニメ版のフィギュアですね。11月発売で7,700円。この展開したビットステープを飾る専用のディスプレイ、これが欲しいんですよね。こうやってね展開した状態で飾れればアニメのワンシーンみたいですごい嬉しいんですけどね。そしてこちらは超合金版のガンダムエアリアル、1月発売で24,200円となってます。値段はそこそこしますけど超合金ですからね。やはり全体の作り込みが全然違ってくる。ツインアイが大きめでよりアニメっぽいデザインですね。そしてこちらはビットステープをまとったビットオンフォームで飾ってあります。ジオラマ風の展示も行われてました。こうやってねジオラマと一緒にこのフィギュアを見るとすごいワクワクしますよね。スレッタのフィギュアと膝立ちのエアリアル、こうやってちょっと遠近感を出して撮影するとなんか劇中のワンシーンみたいでかっこいい。ちょっとガンダムからは逸れてしまいますが、鬼滅の刃のユシロウとタマヨさんのフィギュアですね。これも雰囲気ありますね。こういうのを部屋に飾っとくとすごくストレス解消になりそうな気はします。ネズコのフィギュア、鬼化が進行した状態、こちらは2023年2月8580円で発売予定です。そしてこちらが11月15日発送予定のストライクノワールガンダムオルタナティブストライクバージョンです。めちゃくちゃかっこいい。まあお値段は3万800円となかなかのものですが、このウイングのデザインがもうすごい秀逸。そしてポージングうまいですよね。2丁拳銃持ちでこのポーズ、魂ネーションズのスタッフさんはほんとポージングのセンスが抜群です。ショップの方ではスパイダーマンとかマイティーソーとかマーベル系の商品も結構売ってますね。お一人様1個限りと。雰囲気としては外国の観光客の方が結構多かったですね。セイントセイヤもむちゃくちゃ高級感ある。そしてその横には等身大のクロスも飾ってありますからね。これもビッカビカでした。出口付近にはこちらのヒデのロケットダイブのフィギュアですかね。こちらが展示してありました。2023年1月発送予定9,900円。なんかちょっと欲しいかも。
近くで見ると細かいとこまでしっかり作ってある。このジッパーの部分とかリアルですよね。続いてご紹介するのは新宿で開催されたガンダムネクストフューチャー。こちらも見てきたんでご紹介します。入り口にはでっかいガンダムフェイスが。このイベントは実は無料でガンダムエアリアルのプラモが当たる抽選会に参加できるんです。果たしてクラフトはガンプラを当てることができるのか。おお、どでかいバルーンのラストシューティングが置いてありますね。すごい迫力。ちなみにこのイベントも動画撮影は禁止となっております。ただ展示されているキットはホビーショーとほぼ変わりません。会場の外側にちょっとだけガンプラ置いてあったんですよね。これは会場外ですから、ちょっと動画撮っときましょう。目新しくはない赤い3巨星。こちらはプレミアムバンダイの新商品、ガンダム UC エンゲージに登場するガンダム開発試験0番機です。全体的に丸っこいフォルムですね。ビクトリーガンダムと G のレコンギスタを足したような、そんな雰囲気に思えます。そして SD ガンダムの新商品、トルネードガンダム。価格は未定ですね。まあ試作機ということで展示されてます。入場しましたが、ここからは残念ながら全て静止画。こんな感じで歴代のガンプラたちが展示してあります。水星の魔女の原画なんかも展示してありましたね。こうやって見るとなかなか面白い。というかさすがプロは絵がうまいな。当たり前やけど。あとはまあほぼ展示してあるキットは同じなんですよね、ホビーショーと。なのでホビーショーの動画を見ていただければいいんですが、まあどちらかといえばこちらの方が照明が美しかったですね。正直今一番欲しいのはこちらのウェポンディスプレイベースですね。アニメを見るとビットステイブを飛ばしたくなる。あとはもうホビーショーの動画でもお届けしたやつしか置いてなかったと思います。しかしこのサザンクロス隊のキットめちゃくちゃかっこいいですよね。何度見てももちろんゼータガンダムのバージョンカトキも置いてありました。バルーンのラストシューティングを近くで撮ってきましたが、すごい迫力。これは多分実物大ですかね。あとはなんかこういったオブジェや海外アーティストとコラボしたオブジェなんかが飾ってありました。そして最後に出口でガンダムエアリアルのガンプラ抽選会に参加してきましたよ。果たして当たったのでしょうか。抽選の結果はこちら。さてこの紙袋の中にガンプラは入っているのでしょうか。見てみましょう。ドン。はい、入ってませんでした。水星の魔女の台座だけいただきました。というわけで魂ネーションズストアとガンダムネクストフューチャー2本立てでお送りしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。